キム・ジョンウン氏が死亡の場合、北朝鮮に何が起きるのか。北朝鮮の最高指導者、キム・ジョンウン、キム・ジョンウン、キム・ジョンウン朝鮮労働党委員長が2週間以上、公の場に姿を見せていない。政治的に重要な式典に出席せず、心臓血管系の手術を受けたとの報道もある。ことから、金氏が執務遂行不能状態に陥っている、または死亡したとの憶測さえ流れている。写真特集、視察する北朝鮮の指導者、キム・ジョンウン氏。韓国と米国はいずれもこうした憶測を打ち消しているが、北朝鮮国営メディアは、金氏の名前でメッセージを発信するだけで、動向に関する具体的証拠はない。もしも、セイウォン氏が死亡した場合、同氏の祖父で、北朝鮮建国の父とされる故金日成、キム・イルソン、キム・イルサング国家主席から三代続く、金政権に何が起こるのか。ジョンウン氏の死を、世界は、どのように知るのか。過去の例から見ると、北朝鮮の最高指導者が死亡した場合、最初の兆候となるのは、国営テレビでの特別放送による発表だ。女性アナウンサーが黒い服を着ていれば、ジョンウン氏が死亡したと考えられる。北朝鮮の重要な出来事を何十年にもわたって伝えてきた女性アナウンサーに、リ・ハルヒメ、リ・チュニ、リ・チョンヒー氏がいる。1994年の金日成氏、死去。2011年の金正日、キム・ジョンイル、キム・ジョンイル総書記死去は、李氏が黒い服を着用して伝えた。金政権は続くのか。北朝鮮の正式な国名は、朝鮮民主主義人民共和国だが、実際には、共和制ではなく、1948年の建国以来、金一族が支配してきた。朝鮮労働党は、初代最高指導者の金日成氏が、日本統治時代の朝鮮半島、コリアンペニンシュラで、抗日武装闘争を率いたこと、さらにその後の朝鮮戦争、コリアンウォー時代に、米軍主導の国連、UN 軍との戦いを率いたことを根拠に、金政権の正当性を主張している。朝鮮労働党の支配は、社会の隅々にまで及んでおり、金氏が死亡した場合も何らかの民衆蜂起が起きるとは考えにくい。後継者争いは、キム・ジョンウン氏には3人の子供がいるとされるが、第2子が娘としか知られていない。いずれにせよ3人の子供は、後継者となるには、まだ幼すぎる。ジョンウン氏の妹で最も親しい助言者でもある、金与えただし、キム・ヨジョン。キム・ヨジョン氏は、朝鮮労働党の第一副部長で、金一族の中で、現在最も存在感があるが、封建的な北朝鮮社会で女性指導者は例がない。異母兄の金正男、キム・ジョンナム、キム・ジョンナム氏は2017年にマレーシアのクアラルンプール国際空港、クアララーンプアインターナショナルエアポートで神経剤を顔に塗られて暗殺された。この事件については大半のアナリストが北朝鮮による殺害だと見ている。一方、実兄の金星哲、キム・ジョン・チョル、キム・ジョン・チャル氏は、A ミュージシャンのエリック・クラプトン、エリック・クラプトン氏のファンだということが知られているだけで、政治的野心はないとされている。ジョンウン氏の妻のリ・ユキシュ、リ・ソルジュ、リ・ソルジュ氏は、これまでの最高指導者夫人よりも公の場で、存在感を放っており、2018年には、ファーストレディに相当する、女子の肩書きが付与された。故金正日総書記の異母弟で、ジョンウン氏の叔父にあたる金平一、キム・プヤングイル氏は長年にわたって、東欧諸国で北朝鮮大使を務めていたが、昨年駐在先のチェコから呼び戻されて、以降、現在に至るまで消息が聞こえていない。金一族以外の後継者の可能性は？ジョンウン氏が後継者を指名したとは伝えられていないが、ナンバー2として公認されているのは、朝鮮労働党の意思決定機関である。政治局の委員で、最高人民会議、国会に相当常任委員長も務める蔡劉会、チェ・リョンヘ、チョ・エ・リー・ウングハエ氏だ。同氏の権力は、強大な上、婚姻によって、金一族の親族となっている、可能性もある。ジョンウン氏の妹のアタエ・タダシ氏が結婚しているか、どうかの確認は、取れていないが、韓国メディアは、過去に、
匿名筋の情報として、与え忠氏の夫が蔡劉海氏だと報じたことがある。マスク援助による曜日作戦の破綻で、韓国人記者が見事に逆ギレ全部日本が悪いと泣き叫んでいる。新型コロナウイルス感染症、コロナ19が、韓日対立の感情の溝を深める形になっている。全世界的に国家間の貿易の協力と保健物資の支援が行き交う中でも、唯一我が国と日本だけは流れに逆行しているのである。去る2018年、我が国の王鳳院最高裁による強制徴用賠償判決を皮切りに、昨年7月の日本政府による一方的な輸出規制強化措置まで続く一連の対立が爆発直前にまで至っているという分析まで出ている。最近日本のメディアで我が国のコロナ19診断キットが日本に支援されるだろうという報道も出たが、日本政府はこれを公式に否定した。27日の朝日新聞によれば、日本政府の報道官である菅義偉官房長官はこの日の定例記者会見で、現時点で韓国政府とコロナ19検査キットなどの支援に関する具体的なやり取りをしている事実はないと述べた。朝日は前日、複数の韓国政府高官らを引用したソウル発の記事で、韓国政府が日本側の要請を前提にコロナ19検査キットなどを支援を検討中だと言いながら、日本側の意思を聞くため、保健当局間の電話での協議を提案していると報道した。これにより、コロナ19の対応のための両国間の協力の可能性は、再び水面下に沈んだ状況となっている。コロナ19による両国の感情的な対立は、最近になって極度に突き進んでいる。これは、コロナ19により、我が国と他国との関係を見ても明らかである。我が国は、米国とアラブ首長国連邦、インドネシアなどに優先的に診断キットを支援して、欧州の複数の国とも貿易体系を共有している。ウズベキスタンは、貿易体系を構築するため、我が国の保健専門家の派遣を要請している。しかし、日本だけは例外だ。依然として、入国制限措置を維持しており、最も隣接している国であるにもかかわらず、貿易のための協力は見られない状態である。このような背景には、コロナ19に対処する日本の姿勢に主な原因があると指摘されている。事態の初期から、韓国の貿易対策について、非難に近い発言をしてきた日本は、先月5日に、事前予告もなく我が国に対する入国制限措置を強化して、国民の興奮、公衆の憤怒を買った。いや、韓感情は、マスク支援の議論で、マックスファイヤーに達した。先立って、チョンセギュン、テイ・ヨヒト氏国務総理が米国と日本などにマスクを輸出、支援する案を検討したという報道が、ハプニングで終わり、折しも台湾が日本にマスクを支援すると、すぐに、日本国内で韓国を非難する声が高まった。最近日本では、再びイヤカンフレームを作り出している。去る21日に、日本の西村康稔経済再生大臣は、記者会見で一部のパチンコ店がコロナ19に関する政府の休業要請に従わないと指摘した。これについて一部の専門家は、このような言及の背景には在日韓国人に対する差別があると主張した。元日本人の保坂裕司教授、清掃大学校は、ご存知の通り、パチンコ店は在日韓国人が数多く運営している。コロナを利用して、安倍政権と共に在日韓国人の弾圧に乗り出す恐れが大きいと指摘した。日本のこのようなヤカンフレームに対し、我々も反日感情が極度に高まっている。日本にマスクを支援、輸出するという報道に対して、数多くの反日コメントが寄せられ、青瓦台、大統領府の国民請願掲示板には、マスク支援の反対請願が数多く寄せられた。最近では、東日本大地震の際、我が国が支援した寄付を隠して報道した、日本の傍若無人な態度を指摘して、二度と日本を助けてはいけないという意見も数多い。我が国の政府も現在のところ、日本に対する支援は優先順位に置いていないように見られる。
与党の高位関係者は、既存の関係に関わらず、人道的支援は別の議論対象だとしがらも、日本に対する支援は話せない。これといった議論や検討はしていないと説明した。中国の北朝鮮レストラン西恩市、健康不安説の中で、営業再開。北朝鮮の金正恩国務委員長、朝鮮労働党委員長の健康不安説が、中国の SNS、交流サイトを中心に広がる中、中国国内の北朝鮮レストランが本格的に営業を再開する動きを見せている。北京の韓国人が集まる地域にある大型レストランも先頃営業を再開した。このほか、遼寧省瀋陽都丹東の北朝鮮レストランも一部営業を開始した。瀋陽のコリアンタウン、西東街にある北朝鮮レストランでは、韓服、伝統衣装を着た従業員らが入り口に立ち、客を呼び込んでいた。従業員は、最近営業を再開したと話し、夕食時には、店内で講演も行うと説明。金委員長の健康状態については、良好だと答えた。中朝貿易の拠点で北朝鮮と国境を接する、丹東では、今月初めから一部の北朝鮮レストランが営業を始めたが、2階の店舗など目立たない場所が主だった。北京の北朝鮮レストランは、中国での新型コロナウイルスの感染拡大により1月末に非常事態が宣言されてからすべて休業していた。従業員は、北朝鮮当局が全面的に入国禁止措置を取ったことで、北京に足止めされ、住居から出られないまま過ごしてきたという。北京の消息筋は、北朝鮮で大きな問題が生じれば、中国のレストランも通常通り営業するのが難しいだろうが、新型コロナウイルスが収束しつつあることで、本格的に営業を始めたことから、北朝鮮内部に特異な動向はないように見えると述べた。また、中国との国境付近では北朝鮮に向かう電車も、目撃されている。北朝鮮は中国での新型コロナウイルスの感染拡大を受け、1月末に国境を封鎖して、中国をはじめとする外国人の出入りを制限した。国境地域の消息筋は、今月22日頃から28日まで丹東から北朝鮮の新義州に向かう貨物列車が毎日目撃されたとし、週末も列車が北朝鮮に入ったと伝えた。この消息筋は、コンテナが連結された貨物列車だったので、新型コロナウイルス関連の救護物資を運んでいたのではないかと話した。中国外務省の高層副報道局長は、北朝鮮への物資輸送に関して、新型コロナウイルスの発生以降、赤十字社など国際機関が北朝鮮に医療装備を援助し、中国も一万一に備えて、北朝鮮に検査キットを提供したと明らかにしている。このほか、金委員長の健康不安説が持ち上がった19日、丹東と新義州をつなぐ新奥陸港大橋の北朝鮮区間で労働者が作業している様子が目撃された。新奥陸港大橋は観光後も数年間開通していなかったが昨年、北朝鮮側の連結道路の工事が再開された。その後、新型コロナウイルスの影響で中断していた、この工事は、今月に入って再開されたという。ただ、金委員長の健康状態は、極秘事項であり、北朝鮮住民の動きなど国境付近の地域の状況だけでは健康不安説の成否を判断するのは、難しいとの指摘も出ている。インドナイジェリアから、韓国人260人、帰国イコール日韓協力も継続。新型コロナウイルス感染症 COVID-19 感染拡大で海外で足止めされている韓国人が相次ぎ帰国する。日本との帰国支援協力も継続されている。外交部外務省に相当当局者は28日、記者団に現在まで91カ国から2万1981人の帰国支援が行われたと伝えた。外交部によると、インドニューデリーから出発した4時臨時航空便は約230人が搭乗しており、この日午前5時19分頃に仁川に到着した。搭乗客は韓国人約180人、日本人40人、
インド15人だった。外交部の当局者は、このうち10人は、駐日インド大使館に勤務する外交官と家族で、5人は、韓国の長期ビザを持っているインド人とし、我々が準備したチャーター機日本人搭乗支援が行われた事例と説明した。また、ナイジェリアからは、韓国の建設大手、大宇建設が用意したチャーター機を通じて、大宇建設やサムスン重工業ら韓国人約80人と外国人労働者約70人が帰国する。